ってすごいダメージになったんじゃないですかね。頼るのは己だけ。そして剛腕やり合った、抑え込んでいって、どうなんだどうなんだって。今のはね、完璧な一発だと思ったんですけどね。はい、もう一発ですね、こうなったらね。若獅子を吠えろ。そしてここで燃焼しろ。バックエルボーですね。さあそしてタイガードライバー91ですね。ねじ伏せるか、ねじ伏せるか、どうか、スリーカウント。三沢光晴、4年ぶりフルズ全日本のマットで勝利を挙げました。